ハックルベリー・フィンの冒険は、マーク・トウェインこと、サミュエル・クレメンズにより1885年に発表された最初のグレード、アメリカン・ノベルとして知られている。また本書は、トム・ソーヤーの親友である、ハックルベリー・フィンによって語られる、方言があるいは交互体で書かれた最初の小説の一つである。この作品は1885年2月18日に、初版が出版された。 トム・ソーヤーの冒険の結末で、盗賊の金貨を発見したハックとトム。発見した金貨は二人で接班ということになり、ハックの取り分は、サッチャー判事の預かりとなった。1日につき1ドルの利息が払われることとなり、ハックは金貨の管理人となったダグラス夫人の養子として、屋敷に住むことになった。トムと共に学校へも通うこととなった、ハックだったが、 寝たい時に寝て、好きな時に起きる自由気ままな日々とは違い、決められた時間に寝起きし、礼儀作法をミスワトソンから徹底的に仕込まれる日々に、堅苦しさを覚える。しかし、トムとの交流ばかりは以前と変わらず、ハックは、次第に、ダグラス家での日々にも慣れ始めた。その頃、ハックが大金を得たことを聞きつけ、行方をくらましていた彼の父が、セントピーターズバーグに現れ、 強引に、ハックを連れ去ってしまう。檻を見て、自らの死を偽装し、守備よく父親の元から逃げ出したハックは、ワトソン家の使用人である黒人のジムと再会する。ジムは、ワトソン家の主人が彼を南部に売ろうと、計画していたのを立ち聞きし、逃走してきたのだった。奴隷制を廃止した自由州へ向かうというジムと共に、ミシシッピー川を降り始めるハック。当時、 アメリカで奴隷は他人の所有物とされており、その逃亡を助ける行為は犯罪とされていた。社会的な価値観による両親の過酌に葛藤しながらも、ハックは様々な人と出会い、騒動に巻き込まれ、次第にジムとの友情を深めていくアフリカの緑の丘において、アメリカの作家アーネスト・ヘミングウェイは本性を歴史的な文脈に位置づけた。 あらゆる現代アメリカ文学はマークト・トウェインのハックルベリー・フィーンと呼ばれる一冊に由来する。すべてのアメリカの作家がこの作品に由来する。この作品以前にアメリカ文学とアメリカの作家は存在しなかった。この作品以降にこれに匹敵する作品は存在しない。無邪気で幼い主人公とミシシッピ川沿いに住む人々や景色の精細に富む描写。 そして当時の人種差別への真摯かつ通列な批判的姿勢によって本書は知られている。出版以来、本書は若い読者の間で人気を博し、比較的読のないトム・ソーヤーの冒険の続編として捉えられているにも、かかわらず学術的な研究対象でもあり続けている。さらに本書は215回に及ぶニグロという言葉の使用によっても批判されている。 この物語は、アメリカ南北戦争以前の、おそらく1830年代か1840年代以降を舞台としている。トム・ソーヤーで知られているように、ハックはアルコール中毒の父親と暮らす母親のいない、怠惰な幼い放浪者である。父親の元から脱出したハックは、妻や子供との生き別れを意味する川下への売却を、 恐れて逃亡した黒人奴隷のジムと出会い、自由を求めて共にオハイオ川の北を横断することを試みる。本書はその二人の冒険を伝えている。本書には主要なテーマがいくつか設定されているが、ここでは以下の四つについて解説する。本書の冒頭と終盤でトム・ソーヤーが登場する部分は一般には 全体的なインパクトを損なっていると否定的に言われている。ただし、トムが物語を開始させ完結させるのに貢献し、トムの途方もない計画が、神話的な川下りの旅を取り巻く、リアリティの枠組みを与える、逆説的な効用を持っているという見解も存在する。ハックルベリー・フィンの冒険が出版された後、マサチューセッツ州コンコード図書館は、下品な主題による手法と、 物語を綴る、そやで無教養な言葉を理由として本書を禁書に指定した。サンフランシスコクロニクル氏は1885年の3月29日号で素早く本書を擁護した。本作を通じて描かれるのは南北戦争以前の奴隷の評価に対する鋭い風刺である。無一文でアル中の貧困白人の息子ハックルベリー・フィンは 黒人奴隷が自由を得ようとするのを手助けするのに、彼が負っている役割のため、数多くの両親の過酌に悩まされる。幾人かの批評家はこの感情が大げさであると主張しているが、本作以上に真実を描いた作品はない本作は20世紀以降も以下のような形で、閲覧制限、禁止処分が実施されたり、あるいは論争、自粛の原因になっている。 100モーストフリークエントリーチャランジェドブックス19901999トップ100バンドチャランジェドブックス2000から2009アメリカ図書館協会ではチャレンジは特定の書籍をカリキュラムや図書館から取り除こうとする運動バニングは実際の禁書処分としており前者が後者にまで至るケースは稀ながらどちらも言論の自由と選択の自由を脅かすものと 捉えている。タイトルを見ただけでは、区別しにくいが、副題や書評に、クラシック、アナブリッジド、アンカット、アンエディティットなどと書いてあれば、オリジナル版で、そうでないものは、センサード、リトールド、リーテリングなどとされているか、あるいは開口担当者の名前が併記されている。タイムマガジン、リムービングザ、N ワードフログハックフィン、トップ10センサードブックス。ありがとうございます。